今回は2022年に1年での J1 復帰を決めた横浜 FC の歴史について紹介します。横浜 FC は長年 J2 で戦ってきましたが、2019年に13年ぶりに J1 復帰を決めると、このところは J1 での戦いが増えています。元日本代表のスター選手が所属することも多く、何かと話題が絶えない横浜 FC。 そんな横浜 FC の歴史を紐解いていきます。ぜひ最後までご視聴ください。1998年10月29日、J リーグ初年度から日本サッカー界を盛り上げてきた横浜フリューゲルスが、同じ横浜をホームタウンとする横浜マリノスと合併されることが判明します。クラブの存続を望む多くのサポーターによる反対運動がありながらも、合併は覆ることはなく、横浜フリューゲルスは消滅することとなりました。1999年1月1日の天皇杯決勝、清水エスパルスに見事勝利し、有終の美を飾って消滅した横浜フリューゲルス。フリューゲルス存続を願いながら、それが叶わなかったサポーターの一部は代替案として新クラブ結成に動き、この年の1月に横浜 FC を設立しました。 GM に奥寺康彦、監督にピエール・リトバルスキー、コーチに坂倉雄二と豪華な首脳陣を迎えた横浜 FC。 クラブ設立後すぐの3月、 JFL に準会員での加盟が承認されると、リーグ戦初年度から快進撃を見せ、18勝3分け3敗の好成績で JFL 初代優勝チームとなります。2000年には JFL 正会員になると、この年は2位に勝ち点12差をつける圧倒的な成績で JFL を連覇。見事翌年からの J リーグ加盟、 J2 参入を勝ち取りました。 J リーグ参入初年度の2001年は12チーム中9位に終わったものの、ナビスコカップ、天皇杯ともに J1 のチーム相手に勝利するなど、 J リーグの舞台でも通用することを見せつけました。しかし翌2002年は勝ち点、失点数ともにリーグ最下位となり、2003年も12チーム中11位と沈んでしまいます。その後の2年も12チーム中8位、12チーム中11位と低迷が続いた横浜 FC ですが、2006年になると突如大躍進を見せます。元日本代表の三浦知良、城彰二、山口元弘などをはじめとした豪華なメンバーが名を連ねた2006年、開幕戦の敗北で監督の足立雄介がいきなり解任され、コーチの高木拓也が後任監督に就任する事態となりますが、ここから横浜 FC は快進撃を見せます。第2節から第18節まで J リーグ記録となる15戦無敗を記録したほか、この間にこちらも J リーグ記録となる連続無失点時間770分を記録します。そのまま最後まで昇格争いに加わった横浜 FC は、最終盤に差し掛かる第43節で首位に立ち、そのまま悲願の J1 初昇格、 J2 初優勝を果たしました。フリューゲルス消滅をきっかけに創設されてわずか7年、横浜 FC はついに J1 の舞台まで上り詰めました。2007年、元日本代表の奥大輔、久保達彦を獲得するなど、さらなる補強をして迎えた J1 での戦い。第2節で因縁の横浜 F マリノスとの横浜ダービーを制して初勝利。そのまま勢いに乗るかと思われましたが、その後は低迷が続き、前半戦を最下位で折り返します。後半戦初戦となった横浜ダービーを1対8で大敗するなど、後半戦になっても巻き返すことのできなかった横浜 FC は、そのまま J リーグ史上最速で J2 降格が決まってしまいました。最終節は優勝を争っていた浦和レッズに勝利し、レッズの首位を阻む意地を見せたものの、勝ち点16、得失点差マイナス47という圧倒的最下位に終わり、 J1 での挑戦は儚く散りました。2008年以降は J2 のチーム数も増え、J1 昇格への道のりは以前と比べてかなり険しいものになっていました。2008年は10位、2009年は16位と低迷し、昇格争いに全く食い込めずにいると、2010年こそ6位とまずまずの成績を残したものの、2011年は故障者が続出したこともあり、クラブワーストの18位に沈んでしまいました。それでも2012年には再び輝きを取り戻します。第3節まで結果が出なかった横浜 FC は、監督の岸野康之を解任し、代わってクラブ OB の山口元弘が監督に就任します。すぐには改善できなかったものの、第13節から第18節までクラブ初の6連勝を記録するなど、徐々に調子を上げ、第37節には昇格プレーオフ圏内の6位まで順位を上げます。さらに第39節から最終節まで4連勝でフィニッシュし、最終順位は4位まで上げましたが、自動昇格圏内の2位には惜しくも勝ち点に届きませんでした。昇格プレーオフではジェフ千葉に敗戦し、
惜しくも昇格を逃すことになってしまっただけに、リーグ戦序盤の出遅れが悔やまれる結果となりました。惜しくも昇格は逃したものの、2度目の J1 昇格はもう少しで手の届くところまで来ているかと思われました。しかし一度昇格のチャンスを逃すと、なかなか次のチャンスが訪れない J2 の舞台。2013年からは再び昇格圏内から遠ざかり、2017年までの5年間で一度も昇格プレーオフ圏内にも入れませんでした。それでも2018年、再び J1 昇格のチャンスが巡ってきます。元日本代表の松井大輔などを補強したこの年は、前半戦を J1 参入プレーオフ圏内の6位で折り返すと、後半戦さらに調子を上げ、4チームが大接戦となり昇格争いを繰り広げます。最終節の結果次第では首位もあり得た横浜 FC ですが、最終節を勝利で飾ったものの、首位の松本山雅 FC と2位の大分トリニータが共に勝利したため、得失点差で惜しくも自動昇格を逃してしまいました。再び目前で自動昇格を逃した横浜 FC は、引き分けでも突破となる東京ヴェルディとの J1 参入プレーオフで後半アディショナルタイムに失点、またしてもプレーオフで涙を飲むことになりました。またも J1 昇格のチャンスを逃した横浜 FC、 しかしこの年の強さは今度こそ一過性のものではありませんでした。今度こそ J1 昇格を目指してシーズンに臨んだ2019年ですが、序盤は調子が上がらず、第13節終了時で14位と低迷してしまいます。ここで監督のタバレスを解任し、ヘッドコーチの下平隆弘を監督に昇格させます。しかし前半戦はこのまま挽回することができず、12位で前半戦を折り返し、昇格に向けて厳しい状況に立たされます。それでも後半戦になると飛躍的に調子を上げ、元日本代表中村俊輔の加入もあり、第19節からクラブ記録となる18試合無敗の成績を残し、一気に昇格圏内まで浮上します。第40節で2位に浮上すると、3位の大宮アルディージャを退け、このまま2位をキープ、見事13年ぶりの J1 復帰を果たしました。13年ぶりに J1 での戦いとなった2020年は、新型コロナウイルスの影響により降格がないレギュレーションになります。初の J1 残留が思わぬ形で決まることになりましたが、この年は14年前の倍以上となる勝ち点33を獲得し、15位と奮闘。降格があった場合でも残留できる順位でシーズンを終えました。しかし斉藤光輝ら主力選手が多く退団した2021年は、開幕から6試合連続複数失点で6連敗を喫するなど出遅れると、そのまま18位以上になることは一度もないままシーズンを終え、最下位で J2 降格となってしまいました。前回は J2 降格から J1 復帰に12年かかってしまった横浜 FC、 一度定着すると抜け出せない J2 での戦いは厳しいものになるかと思われましたが、今の横浜 FC にそんな心配は無用でした。四方田周平を新たに監督として迎えた2022年、横浜 FC は開幕13戦無敗とスタートダッシュを成功させます。その後調子を落とすことがありながらも、エースの小川光輝を中心として安定した試合運びで首位争いを続けると、第41節に3位のファジアーノ岡山が敗れたことにより、1年での J1 復帰が決定しました。試合前での昇格決定となってしまいましたが、1年での J1 復帰を果たした横浜 FC、 アルビレックス新潟に首位は明け渡し、優勝こそなりませんでしたが、26得点を挙げた小川が2位以下に大きな差をつけ、リーグ得点王となりました。そしてこれまでの2度の J1 昇格の時はシーズン中の監督交代がありましたが、今回は初めて1シーズン同じ監督での昇格となり、来シーズン以降は J1 定着が期待されます。いかがでしたか？横浜フリューゲルスの消滅から始まった横浜 FC の J1 昇格までの躍進ぶりは目を見張るものがありました。一方で初の J1 挑戦後は厳しい戦いが続いた横浜 FC、それでも長年苦しんで掴んだ J1 復帰により、横浜 FC はさらなる高みを目指せるチームに成長していくことでしょう。そして横浜 FC は三浦和義が長年所属したり、中村俊輔が2022年シーズン終了後に横浜 FC で引退したりと、元日本代表のスター選手がキャリア終盤に所属することも多いチームであることも特徴です。そのような面でも今後の横浜 FC の動向に注目ですね。